スポルタンクルブ・トゥーロンは、フランス・トゥーロンにホームを置く、サッカークラブである。2019から20シーズンは、フランス全国選手権に所属。1944年に、スポルタンクルブ・デュ・タンプルとジュネス・スポルティブ・トゥーロネーズが、合併して、スポルタンクルブ・トゥーロンが創設された。クラブは1959年に、ディビジオン2で3位となった後、初めてディビジオン1に昇格した。 クープ・ドゥ・フランスでは優勝経験はないが、1963年と1984年の2度、準決勝に進出した。財政難により1998から99シーズンに、クラブはフランス全国選手権から追放され、クラブはスポルタントゥ・ロンバールの名前のもと、アマチュアとして再出発した。4シーズンの間に3回の昇格を果たし、2005から06、 シーズン2、フランス全国選手権に復帰した。しかしその後再び経営は悪化し、2011年シーズン後には、経営監査機構の採決により、全国リーグからの追放が決定してしまった。これにより2011から12シーズンより、地中海地域リーグディビジョン D オーオーナで戦うことになる。ありがとうございます。